1>, 1歳児を受け持つ30代から40代の保育士3人が複数の園児に対し虐待を繰り返していた問題で午前県と市の職員らが園の特別指導監査に入りましたこれまでの市や園の説明から保育士らは今年6月から8月にかけて園児に対して倉庫に閉じ込める足をつかんで宙づりにする刃物を見せるなど 15の虐待行為をしたことが明らかになっています県と市は関係する書類を確認し虐待の実態を把握する方針です今回このようにですね、えー、素早く県の方にご対応いただいて当市と県と共同して特別指導監査ができますこと心から感謝しています子どもたちの未来のためにですねしっかりと監査して是正していきたいというふうに考えております また今後は被害状況を確認するために保護者へのアンケートを実施するほか園長や虐待した保育士3人に対しても聞き取り調査を行う方針です。